いらっしゃいませ。ようこそ。二名様ですか？はあ？見たらわかるじゃろうが。お、なんじゃねえじゃん。シンエルか？かわいい顔してからに。もう尻尾はないんかの。どれ見してみ。おっとっと。なんで受けるんじゃい？わしらお客様やだ。チートぐらい触らせたらや。お客様、おタバコはお吸いになりますか？決まっちょろうがや。禁煙席じゃ。わしら健康にはブチ気ぃつけちょるんでの。こちらへどうぞ。生命、なんか怖い人たちが来たよ。ダメだよ、ジロジロ見ちゃ。お待たせいたしました。ベネチア風ハンバーグのお客様。はい。おい、乱暴だな。ソースが跳ねたよ。ごゆっくりどうぞ。なんかうまそう。店長、あの客ですけど。ビールじゃ。ビール持ってこんかい。中野さん、くれぐれも逆らわないでください。あ、実はうちの会社を乗っ取ろうって動きがありましてね。ああいう人たちを使って嫌がらせをしてるんです。私はただの雇われ店長だから交渉もできないし、じっと我慢するしかないんです。我慢とはどういう意味ですか？騒ぎを起こして警察沙汰にでもなったら、あちらの思うつぼってことですよ。あいつらは暴れる機会を狙ってるんです。おら、ビール盗難したんじゃ。早すんかい。私が持っていく。待って、こうや、分かってるよね。私らにとっても警察沙汰はまずいんだよ。分かってる。あー、普通のファミレスみたい。うん、しかしこれは過保護というものだな。何もバイト先まで視察に来なくてもいいだろう。私のゼロちゃんたちは繊細なの。放ってはおけないわよ。いらっしゃいませ、ようこそ。やだ、ヤマトの声じゃない。それにしてもこの変装、黒メガネの神父にシスターとは。これなら顔が隠せるでしょ。リツの神父さん、よーく似合ってるわよ。君は全然似合ってない。あのね、リツ、いらっしゃいませ。二名様ですか？おタバコは？もちろん喫煙席。あ、禁煙席でお願いします。はい、ご案内します。君、シスターの格好で喫煙席はおかしいだろう。常識がないな。あんたに言われたくない。お待たせしました。お？なんじゃいこのビールは。チートも引いちょらんだ。そんなはずは。頭からかぶって確かめてみ。どや、生ぬるいじゃろ。そう、私には分かりませんけど。なんじゃと？こうや、どうしたの？別に。ああ、どうも、お客様失礼いたしました。すぐ新しいビールをお持ちしますので。ほら、坂上さん、奥で着替えてらっしゃい。中野さん、あなたはあちらのお客様からご注文を聞いて。でも。早く行きなさい。ふふ、あの連中、私の荒野になってことを。ま、これも社会勉強の一つだろう。それより今さら聞くのもなんだが、なぜ私まで一緒に来たのかね。あんたね、なぜも何も夕ご飯おごるって言ったらひょこひょこついてきたんじゃない。ご注文はお決まりですか？おかわり自由のコーヒー2つ。夕ご飯をおごるはずでは。わかったわよ、頼みなさいよ。何がいい？ポテトフライ？シェフのこだわり特製サーロインステーキのフルコースを。何よそれ、そんなメニューあるの？いくらすんのよ。そちら様もご一緒ですか？だから私はおかわり自由のコーヒーだけ。コーヒーはあちらのコーナーにございますので、ご自由にお取りください。そう。おや？何よ。向こうのテーブル。ん？あ、あいつは。アイスクリーム、美味しいかい？うん。もっと頼んでもいいよ。
もういいよ、お腹いっぱい。ありがとう、生命。青柳生命って、リツ、何キョロキョロしてるの？いや。